2021年3月期の連結決算の概要について申し上げます。今回の決算はコロナ禍の影響を色濃く受けることとなり、連結全体では前期比で大幅な減収減益という大変厳しい結果となりました。売上高は335億1900万円と前期比マイナス 11.9% の減収、営業利益は11億9600万円と前期比マイナス 38.9% の減益となりました。経常利益は9億3600万円と前期比マイナス 40.5% の減益、また当期は特別損益の項目で当社及び新内外面グループの土地建物などの固定資産の減損損失を計上しました。その結果、当期純利益は900万円と前期比 99.0% の減益となりました。2022年3月期の業績予想、通期で売上高354億円、営業利益16億円、経常利益13億円、当期純利益8億円の予想としております。中期経営計画の総括について、本来であれば2021年3月期は当社グループにとって3カ年の中期経営計画最終年度でありました。しかしながら、このコロナ禍によって計画の前提条件が大きく変わり、また目の前の状況に迅速に対応する必要が生じたため、急遽中期計画の最終年度を中断して、新たに2カ年の緊急経営計画リバイバルプラン2021を策定し実行しているところでございます。しかしながら、中断となった中期計画の総括はしておかなくてはなりません。方針目標とは、今回の中期計画の大きなテーマであった将来に向けた積極的な成長投資の実行でありました。投資の進捗についてはこのコロナの影響前に主な投資は終了しており、目標通り完了することができたと評価をしております。数値目標については大きく満たすという結果となりました。当社グループではこのコロナ禍からの復活復旧に2年を要すると想定し、やめること、変えること、加速すること、そして新たに作ることの4つを柱とする2カ年の緊急経営計画を策定いたしました。緊急計画の1年目はコロナ禍の厳しい環境のもと、やめること、変えることをテーマにロスを最小限にとどめる活動に取り組み、復活復旧の下準備は整いました。本年度は緊急経営計画の2年目として、目の前の状況に救急とするばかりではなく、アフターコロナのビジネスモデルを加速すること、そして新たに作ることをテーマに、コロナ後の新たな日常に対応する新しい挑戦を始めます。そしてコロナ禍からの復活・復旧のレベルを上げていくのと同時に、それを次の中期経営計画につなげていくため、全力で取り組んでまいりたいと考えております。